やっほー。今日は、この新しいコスメたち、なんかいろいろあります。そのコスメ界ではそんなに新しくないんだけど、雨の中で新しいもの。なかなかタイミングがなくて手に入らなかったものを手に入れる機会ができたので、それをみんなにレビューも含めて紹介していきたいなって思います。あとは昔使ってたコスメとか、まあ、いつもとね、ちょっと違うコスメを使って、お化粧したので、まあそこも注目していただければいいなと思うんだけど、今日物もらいができてしまって目がすごい腫れてるので、ちょっと気持ち悪いなと思う人はね、ごめんなさい。このねビデオ撮りたかったので、ちょっと今ペケペケしてるんだけど、まあなんとか大丈夫だと思います。本当はお化粧しちゃいけないんだけどね。まあそんな感じで、気になる人はギッポチ。まずはね、このファンデーション、スティローダのダブルウェアファンデーションの 3W1 タウニーの色味を使っていきたいんだけど、まずね、初めてこれ買ったんだけど、思ったよりちっちゃくて、フェンティのこのファンデーションと比べると結構ちっちゃいことにちょっとびっくりしてる。とりあえず使っていきます。こんな感じです。お、本当にね、いいファンデーションってもう塗った瞬間わかるの。わーお、すごい薄付きなのにすごいカバー力半端ない。でこのビューティーブレンダーで塗ってるにもかかわらず、このカバー力とこの薄付き感、これはね、本当みんないいっていう理由がわかるわ。今ワンレイヤーしか塗ってないけど、綺麗なツヤ感とカバー力、素肌をすごい表現してくれる感じ。うん、これほんとすごいいい。で、そして次にコンシーラーはね、普通に普段のものを使っていきます。ウェットエマイルド。でもほんとコンシーラーそんなにいらないんじゃないかぐらい結構カバーしてくれる、目の下とか。なのであんまりつけずにこうかな。そしたら次にこの新しいのかちょっとわかんないんだけど、雨の中で新しいイラマスカのパウダーを使っていきます。何回も使ったことがあるんだけど、これもねすごくね、綺麗、肌を綺麗にスムーズに見せてくれて、本当に粒子が細かくてすごいこれも好きで最近よく使ってます。こうすごい重たくならないで軽く吹いてくれるけど、崩れすごい抑えてくれるようなパウダーなので、これすごいおすすめ。そして次にブロンザー、久しぶりにこの MAC の Give Me Sun、 みんな覚えてる人いるかな。これ前によくすごい使っていたブロンザーなんだけど、久しぶりにさっき見つけてちょっと使おうと思ってこれを使っていきたいと思います。いいの忘れてた。本当にこれすごい好きなんだよね。ちょっとね、色味が濃いので少し、肌が白い方だとすごい浮いちゃうかもしれないんだけど、肌焼けてる方すごいこのブロンザーいいと思う。そして次にアイシャドウは、今日は KKW とマリオキムちゃんのメイクアップアーティストとコラボしたこのアイシャドウパレット、ビデオの中でまだ1回しか使ったことがないので、まあこれ使っていこうかなと思って、まあ、まずはね、コンシーラーで目の上の赤みだったり、ね、色のねトーンを隠していきます。そしたら次にこの色取って、目の上ね全体的に置いていきます。そしたらこの色をのせていきます。この色をこのクリースの部分に際から置いていきます。これね、薄い色の場合はそこまで気にせず結構広い範囲に置いちゃって大丈夫。そしたら次にこの色、またこの際の部分からブラシ変えてね入れていきます。で、この前の部分も少しだけね、筆の中に余ってるシャドウ付け足さなくて大丈夫で、少し前にも持っていく。そしたら次にこの色、濃い色を取っていきます。また同じ部分に、まあ少し範囲を狭めて入れていきます。で、際の部分、こういう部分だったりにも置いていきます。そしたら次にこのブロンジーな色味のラメをフラットブラシに取って黒目の上に置いていきます。今日は少しだけブロンジーな感じのルックスにもちょっとしたいので、こんな感じで置いていきます。で、次にこの明るいちょっとゴールドっぽい色味、全体的に入れちゃって大丈夫かな、ちょっと色を重ねてねいきます。
この色とこの色少し混ぜます。でこの際の部分からまたもうちょっとだけね色を足して全体的にぼかしていきます。でアイライナーを引いていきます。アイライナーは目の際から若干まっすぐに引いていって、クラウンの一番上の部分からまたまっすぐに今の線とつなげる。で前の部分ちょっと線を引いて、で今の部分を埋める。でほとんど完成今ちょっとねバランス整えてこんな感じかな。でつけまつげはね、このつけまつげ、ちょっとこのやつは違うやつなんだけど、これこのタイプになります。 OK、 そしたら眉毛描いていきます。眉毛はこのベネフィットのカブロウ、これもね少しだけちょっと前に出てる、もう1年半ぐらい前に出てるやつなんだけど、全然買う機会がなくてやっと手に入りました。5番を選んだ上が筆になってて、こう開けるとこういう感じになってます。若干これさ茶色すぎた。6番が一番多分濃くて、濃すぎるのもちょっとやだなと思ったから5番にしたんだけど、5番ちょっと茶色すぎない？うわっ、描きやすい。眉尻のこの目先の部分、先の部分はね、若干薄くなっちゃうかなって感じなんだけど、まあ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 、でもアナスタシアと変わらないくらいすごい描きやすくて、うん、ぼかしも綺麗にしてくれるね。ただこれ一つコームがないのがちょっと不便なので、これだけではやっぱり眉毛描けないかも、うん、でも色味的に全然嫌いじゃない。ただこの先の部分がね薄くなっちゃう。うん、この毛がないところにつけるときが結構すごく、そちょっとあんまり綺麗に描けないかな。毛があるところには全然綺麗に描けるんだけど、今ねこれでこっちの眉毛も描いてたんだけど、結構ね固まるのが早くて、もうなんか1回しか使ってない、もうなんか毛がこんなんで、こうダマができたりとか、なんかあんまり好きじゃないかもって思ってきてる。うん、またさっきのアイシャドウパレット使ってさっき撮ってた色たちをのせていきまして、今日この可愛くない？この洋服着てるので、なんかちょっと目の下、これこんなんだけど、ちょっとどっかにブルーを入れると可愛いと思うんだけど、でもこのブルーをこの際の部分に、あ、可愛い。ちょっと汚らしくなっちゃった。この茶色とか入れなきゃよかったな最初にね、ちょっと汚くなっちゃったね。目買ったら最後にこのゴールドとちょっとこの白の目頭に入れて、で目が腫れてる。そしたら今日はチェック、この BH コスメティックスのプロフェッショナルブラシ10カラーブラシパレット、これを使っていきます。いろんなねコスメいつも使ってないものを使いたかったのでこれを選んだんだけど、まあ、これもね全然使いやすいです。で今日はちょっとこのピンクとこの色とこのオレンジちょっと混ぜたくて、頬の高いところにのせていきます。じゃあハイライトなんだけど、ロールメルシエ、見てこのきらめき輝き最高と気になっててやっと手に入れました。だからこれファーストインプレッションしたくて、これもうなんていうの、パウダーっていうよりはすごい説明が難しいんだけど、例えばこう石、キラキラした石とかこうやってパーってこすると手にキラキラってついたりすると思うんだけど、わかる？なんか小学校の時ぐらいの時になんかそういう経験をしたことがある気がする。なんかなんていうんだろうな、パウダーではないの、なんかこう固形のもの
擦るとダメが出てくるみたいな。全然塗ってる意味わかんないよね。でもなんていうの、こうパウダー感がないから、こう肌にこうもう密着すごいしてくれて、あ、ダメだ、説明難しい、ほんと綺麗すぎる。だからパウダー感がないから浮きもしないし、肌に本当に溶け込んでくれてる感。でも本当これすごい好きだ、アミ。で、あとは唇。最近ね、あのアミの好きなコンボをお教えします。まあこの間のヌードのリップコンボもいつもね定番で使ってるんだけど、最近これをナチュラル感でちょっとヌードじゃないものも紹介したかったので、これを紹介していきます。まずは NYX ニックスのブライナーのコーヒーで、このペンシルはね、あのヌードっちゃヌードなんだけど、ピンクトーンが入ってるやつヌードなので、このグロス、今回つけるグロスがちょっとピンク系のグロスなので、それにマッチするかなと思ってこの色を選んだのと、でこの次にカラーポップウルトラグロシーリップのフライングホースで、このグロスもすごい使いやすくて、やっぱりこうナチュラルに唇のジューシー感と自然なこのピン感を演出してくれてるので、もともとの自分の唇の色味に近いような色味、ナチュラルなルックスでもいいし、結構ゴージャスなルックスでも変にこうガッツリ感を出さないので、これすごいお気に入り。あと次にこのカラーポップのまたグロスのワム、アミこれよくね好きで最近ほんと使ってるんだけど、これを真ん中、唇の真ん中だけに置いていきます。やっぱりこう唇にあるグラデーションがあるのがすごい好きなので、軽めの色を真ん中にね少しだけのせていきます。これだけでねちょっとだけまた光沢がこう生まれるので、そう若干ねこのハイライトを唇にのせることができるので、今みたいに同じ色をダラーってのせるだけじゃなくて、こうやって少しでもねインパクトを与えるとまた全然印象が変わって見えます。こんな感じで完成いたしました。で、まあ基本的にね今日はレビューをしていってきたので、感想はもうとにかくこのエスティローダーのファンデーションはもう本当にすごい、もう本当にあのみんなが言ってた通りっていうか、もうこのレビュー通りも本当にすごい良くて、もう肌完璧、もうこれ本当ワンレイヤーでいいっていうのが本当にすごいと思うし、これ本当ちっちゃいけど本当ちっちゃくて全然いいんだなって逆に思った。そんなにたくさん塗らなくていいし、とにかくいいです。で、あとこのローラメルシエのこのハイライトはもう完全にもうラブです。もう体中につけたいぐらい本当にラブです。もう最高、本当に最高。で、あとベネフィットのアイブロウジェル5番、これはぶっちゃけあまり好きじゃないことに気がつきました。やっぱりこう乾いてしまうのがすごい早いのと、とこの筆のせいもあるのかな、筆が良くないのかな。ほんと最初描いてた時はすごい描きやすいかなと思ったんだけど、やっぱ時間が経つにつれブラシは固まってきちゃうし、固まってきちゃうと結局描いたものが剥げてきちゃったりするので、ちょっとあんまりおすすめしないかなって思いました。で、あとはね、あのキム・カーダシアンのこのアイシャドウパレット、そんなにあの使ってる時どんな発色だったかとか話してないんだけど、まあ基本的にすごい使いやすいものになってると思います。なんかびっくりするほど発色がいいとか、びっくりするほど発色が悪いとか、そういうのってあまりなくて、こういうね色味使いたい方は買ってもいいんじゃないかなって思うぐらいで、なんかそんな特別すごいっていうものはぶっちゃけないかな。やっぱりこうキム・カーダシアンとこのマリオのコラボなだけで、別にそんな特別すごいってことはぶっちゃけない。あとこれだ、エレマスカのこのパウダーは本当にすごいいいです。すごいスムーズにしてくれます、顔ね。で、崩れもそんなになかったりするし、本当に使いやすいです。なのでこれもすごくおすすめ。まあとりあえず今日はこんな感じで、お化粧ね、最近全然お化粧のチュートリアルとかこういうコスメのレビューとかってそこまでやってなかったなと思ったので、お久しぶりにあの新しいお化粧品もあったのでやってみました。と参考になったよっていう人はいいね、ただチャンネル登録ぜひぜひお願いします。今日この新しい洋服着てインスタグラム、あの新しい写真もあげたいなとも思ってるので、ぜひぜひ写真見たい人はインスタグラムのフォローお願いします。って感じで今日も見てくれてありがとう。次のビデオもお楽しみに。じゃあねー。